全然仕事が追いつかなくって、え、こんなことも先生やるのみたいな。最初はみんなそうだからそれでいいんだよ、その言葉にすごく救われて。座右の銘は失敗は成功のもとです。失敗をじゃあ何がいけなかったのかなって自分でしっかり考えることで次の成功につながることができるので、むしろ失敗してラッキーぐらいに今は思えるようになりました。おはようございます。おはようございます。これから私のスピーチを始めます。はい。日曜日にお家で餃子パーティーをしました。餃子を何個食べたんですか？30個ぐらいです。何個忘れてるか忘れない。見出した。先生、ナプキン忘れちゃったと思って何がいけなかったのかなって先生考えました。いつもは、そうなの、覚えてるね。じゃーん、おーすごーい。まっすぐ切れてるね、しっかりね。はい、上手上手。前のめりになる子がすごく多くって、学習に対してできない時にもなんとか自分で頑張ろうって思ってくれる子がとても多いかなと。この子たちと授業をしている時間がすごく楽しいなと感じます。子供が帰った後こう授業を考えながら、こんなの作ったら多分こう反応してくれるだろうなとか、子供の顔を思い浮かべながらこう準備する時間もすごく、はい、楽しくて充実しています。初任の時の話なんですけど、翼をくださいの歌を私がこう伴奏で弾きながら歌ってたんです。みんなで、あの男の子たちがそれを替え歌で勝手に違う歌詞で歌って大爆笑してしまって、あ、先生が笑ってるの初めて見たって言われて、それがなんかちょっとショックだったというか、自分はこう感情出してるつもりだったけど子供たちにはやっぱり伝わってなかった。あ、先生も笑ってる、楽しいなとか、先生がなんか怒ってるからやばいなみたいなのもすごく感じてくれるので、私はすごく自分の感情は隠さずにもう全てそのまま出そうっていうのを意識していることです。子供との距離感、やっぱり1年生だとどうしてもこう寄ってきて先生先生って言ってくる子もいれば、言えずにこう黙ってじっと自分のところにいるっていう子もいるので、一人一人に寄って合わせながら、はい、そこは保つようにしています。初任の時に仕事量が多くって、全然仕事が追いつかなくって、本当に周りの先生方がみんなあれもやってこれもやって、学年のこともやってくださって、私のことまで面倒も見てくださって、自分のこともできてないし何も役に立ててないなっていうのを思ってたんですけど、初任研の担当の先生とか学年主任の先生に、最初はみんなそうだからそれでいいんだよ、自分のことができてから周りが見えるようになるから、今は自分のこと一生懸命やればいいんだよっていうのを言葉かけていただいて、その言葉にすごく救われて、あ、とりあえず今は自分のできることを一生懸命頑張って、いつか誰かの役に立てればいいなという思いに、はい、変えることができました。川崎市の良さで、研修がすごく充実しているところはすごくいいところだなと思います。宿泊研修で一夜二夜ぐらいを共にして、本当にそこで同期と仲良くなって、いろいろなことも相談したりとか、悩みを言い合ったりとか、そういうことができる関係になったので、すごく研修に感謝をしています。規模もそこまで横浜市とかね、東京に比べると少ないので、先々でいろんな先生に声かけてもらったりとか、あの先生の知り合いでしょうとか、誰々先生から聞いたよとか、他の学校の先生にも頑張ってるっていう声をかけていただけるのがすごく嬉しい、安心して働ける場所です。私が教えた教え子と一緒に働くことが今の夢です。このクラスの中にも将来先生みたいな先生になりたいってこの間初めて言ってくれた子がいたんですけど、本当にそういうことをいつか一緒に働けたらすごく幸せだろうなと、はい、今の夢はそれです。本当に先生になって
後悔したことは一度もないぐらい今まで4年間働いていてすごく楽しい毎日を送らせてもらっていて、大好きな川崎という場所で働かせていただけることにすごく幸せを感じています。川崎で働きたいとか教員で働きたいっていうような先生方の夢が叶って一緒の現場で働けるのを楽しみにしています。